ハイナー・ミューラーはドイツの劇作家、演出家。生産現場を舞台に社会主義の現実を描いた生産劇や古典作品の現代的な本案で知られる。ハムレットを下敷きにした数ページのテクスト、ハムレット・マシーンが特に名高い。ブレヒトイコドイツの最も重要な劇作家とされている。ザクセン自由州エッペンドルフに生まれる。 社会主義者であった父親がナチス政権に逮捕されたため、少年期に様々な苦労を負った。戦後は東ドイツ領に残り、高校を卒業後ジャーナリストとして活動、東ドイツ作家同盟に研究員として従事する、傍ら作品の発表を始めた。1957年にジョンリード作、 世界を揺るがせた10日間を演劇用に本案した作品が実質上のデビュー作である。1958年に妻インゲ・ミュラーとの共作、賃金を抑える者がハイン・リヒ・マンショを受賞。しかし次第に政府との圧力が起こるようになり、1961年の移住者、あるいは田舎の生活は政府の干渉により上演中し、ミュラーは作家同盟から 除名処分を受けることになった。その後も1964年発表の建設が政府中央委員会でボルフビーアマンと共に名指しで批判されるなどして作品の上演、観光がままならなくなり次第にキリシア悲劇やシェイクスピアの本案を発表するようになった。東ドイツでは1980年代初頭まで彼の劇作品が上演されることはなかった。 1970年代から西ドイツにも演出家として招かれ、1980年代には西ドイツにおいてハイナー・ミューラーブームが起こった。1977年にハムレット・マシーンが発表されたのも西側の演劇雑誌テアター・ホイテである。この作品は数ページのごく短い作品ながら、当時の社会状況を色濃く反映しており、その破壊的で謎めいた表現は、 多くの演劇人を刺激した。西ドイツでの評価によって、東ドイツでの活動が認められ、劇作家と同時に演出家としても活動を展開した。1990年には、上演時間が7時間を超す、ハムレット・マシーンを上演した。東西ドイツ統一後の1992年、ベルリナーアンサンブルの劇場監督に就任し、1995年の死去まで、 主に演出家として活躍、また晩年は試作も行っていた。ありがとうございます。